はい、本日はですねバルトロの新旧比較をやっていきたいなというふうに思います。で、今ちょうどですね目の前にこの新しいバルトロとあと古いバルトロがありますので、まあ、これを見ながら比較していきたいなというふうに思います。はい、それではですねまずこの1番のところにある違いから見ていきたいなというふうに思います。まずですねゴアテックスインフィニウムっていうのが使われるようになっているので、まずこの手のとこのロゴが違うっていうことになってて、以前まではゴアテックスウィンドストッパーだけだったんですけども、新しいモデルはゴアテックスインフィニウムって書いてるっていうのがまず一つ違いなんですけども、それがゴアテックスの変更によって変わってるっていうことになってるので、まあノースフェイスのバルトロが変わったっていうよりかはゴアテックスの生地の変更があったということになってて、まあここだけじゃなくてこの内側にある中のタグもちょっと変わってるっていうことになってます。で、次がですね、洗濯タグが微妙に変わってるっていう感じなんですけども、2017年までっていうのはまあ、クリーニングのやり方がちょっと変わってるんですけど、ドライクリーニングはできませんっていうことになってて、ウェットクリーニングやったら対応してますっていうのが2017年までやったんですけども、2018年からだから要は新しいモデルのもう1年前のモデルからウェットクリーニングでも弱めのウェットクリーニングじゃないと対応できないっていう風に今選択表記が変わってるっていうのも、これも一応変更点の2つ目ということになってて、3つ目の変更点っていうのはこれは結構微妙なところになってるんですけど、この服をこう開けた時の内側のナイロンの素材感っていうのが微妙に違うっていう感じになってて、触らないとちょっとわからないんですけど、こっちがですね2019年の新しいモデルで、こっちが2017年の古いモデルになってるんですけど、この内側のナイロンの生地、これが少し触り心地が違うっていうことになってて、もちろんここだけじゃなくて中の全部のナイロンの生地の素材感が少し違う、まあ、こっちの方がちょっとつるんとした感じ、古い方がつるんとしてて、こっちの方がちょっとマットなナイロンの生地になってるっていうのは、これよく触ってみて見比べないとわからないぐらい、まあ、微妙な変化かなというふうに思います。で、次がですね2番の同じ箇所っていうところになってるんですけど、まずは同じ箇所言って、その後に不明点どっちかわからんっていうところをお話していきたいなと思います。では、同じ箇所がですね、で、こっち側が、2019年モデル、こっちが2017年古い方のモデルなんですけど、ジップもブランドも同じ、YKK のブランドで同じ形のジップを使ってて、次はポケット、このポケットも全く同じ仕様になってて、中身もハンドウォーマーポケットになってるので、まあ、この辺はちょっと柔らかい素材が使われてる。で、これも全く同様に同じっていう感じになってて、で次がドローコードですね、腰のところにあるドローコード、これの形とかも、全く同じ形で同じ仕様になってるということになってます。で、次がボタンですね、これも裾のところに留めるボタンなんですけど、このボタンも全く同じ形で全く同じようにノースフェイスと刻印がされてます。そして前身頃にある、止水ジップになってるんですけど、これも同じように止水ジップが使われてて、まあ、長さも同じ長さの、ジップが使われています。そして最後に中のタグになってるんですけども、中のタグも全く同じようなタグになってて、サイズがこれは L サイズ、M サイズというふうに表記されてます。あともう一個すみません、ここの内側のポケットとかもこれも同じような仕様になってるので、これも全く同じような感じで、冬用のグローブとか入れるようになってるんですけど、こんなんとかも同じ形になってます。はい、というのがですね同じような感じなんですけども、まあ、次のその不明点っていうところがちょっと分からなかったんですけど、生地の外側の生地の触り心地とかは実際触ってみたら、なんか同じと言われれば同じな気もするし、違うと言われればなんか違う気もするので、まあ、微妙な感じになってて、まあ、そこに関してはちょっと不明点っていうことになってるので、同じようにこう並べて触ってもちょっと分からなかったっていう感じになってますので、まあ、この辺はちょっと個人差があるのかなというふうに思います。で、次の3つ目っていうところがですね、重さっていうことになってるんですけど、多分この新旧のバルトロで新しい方が結構ダウンが減ったっていうのって話題になってたりとかしてて、まあ、僕もちらちら聞いてたんですけど、まあ、そのダウンが減ったっていうところのまあ証明として重さを測ってみたら、まあ、どうなんかっていうのが分かるんかなというふうに思いましたので、まあ、今回この重さを入れてみました。ではですね、実際計測器に乗せて測ってる様子がありますので、そちらをどうぞ。ではですね、このゴアウィンドストッパーの、旧モデルと新モデルのインフィニウムの重さを測っていきたいなと思います。まずは最初にこっちの、旧モデル、古いモデルから重さを測っていきます。はい、旧モデルの M サイズが 834g ということになってます。
次はですね、こちらの新モデル、コアテックスインフィニウムの新モデルの、L サイズの重さを測っていきたいなと思います。バルトロを測っていきます。 L サイズです。こうやって置いていくと、はい、873ということで、先ほどの M サイズと比較すると、先ほどの M サイズが 834g なので、その違いが、そうですね、39g 違いということになってて、まあ、L サイズやから大き、重いっていうのは当たり前かもしれないんですけども、まあ、M サイズと L サイズを一回平置きにして、まあ、比較した時に、身幅のところが若干違うだけで、まあ、袖丈はほぼ同じっていう感じなんですけど、まあ、重さがこのように L サイズの方が重かったっていうことになってて、よく巷で言われてる今年新しいモデルはダウンの量が少ないって言われたりとかよくすると思うんですけど、まあ、それは多分おそらくないかなというのが、まあ、この重さから分かるんじゃないかなというふうに思いますので、新モデルやからダウンが少ないというのは、まあ、違うんじゃないかなというふうに思います。はい、ではですね、次はですね、まあ、どうせ M サイズ、L サイズって両方あるので、着用動画を見てもらいたいなというふうに思うんですが、まあ、僕が着用してる様子ももちろんそうなんですけども、女性が来た場合とか、あと、もう一人の男性が来た場合っていう感じで、M サイズと L サイズの両方ともブラックなんですけど、2017年モデルの M サイズ、2019年モデルの L サイズの着用動画を見てもらいたいなと思います。ではどうぞ。はい、という感じでですね、まあちょっとワンサイズ違うだけでも結構見た目の雰囲気とか変わるかなと思いますし、まあ特に女性の方とかやったら M サイズやったら可愛いけど L になったらちょっとでかくなりすぎてるっていうのもあったりすると思うので、まあ結構ワンサイズ違うだけでも、あ、違うねんなっていう感じに思いました。で最後、2020年のバルトロについてっていうところなんですけど、まあ、これは今公式で発売しますっていう話はもう出てないので、どうなるかっていうのは分からないんですけども、まあ、例年通りであればというお話なんですけども、まあ、例年通りであれば、毎年直営店の販売っていうのは秋頃とか、まあ、9月、10月、11月とかそのあたりに販売ってされたりとか抽選が始まったりすると思うんですけども、それより前に実はスポーツ店とか、あとまあスキーショップとか、あと登山、ウェアのアウトドアのショップとかっていうのは、まあ、3月から予約してることがあったりとか、あと去年とかやったら6月ぐらいにセレクトショップの予約があったりとかってすると思うので、もし仮に2020年もバルトロが発売されるのであれば、まあ、その時期ぐらいからもしかしたら予約抽選とか予約販売っていうのが行われるかもしれないっていうことになってて、実際さっき見てもらった L サイズの2019年モデルっていうのは直営店で購入したんじゃなくて、去年の
夏前6月ぐらいにセレクトショップの予約があって、そこで予約をして、まあ、購入できたっていう感じになってるので、まあ、そこで買っておけば、まあ、競争相手も少ないとは思うんですけど、やっぱり9月10月になってくると結構みんな狙いに行くので、競争相手は結構多いんかなというふうには思います。まあ、ちなみに僕はあの直営店の情報はインスタグラムで知ったりするんですけど、スポーツ店とかに関しては全然知らないので、まあ、僕がよく見てるサイトっていうのは一応動画説明欄に載せておくので、あのまあ僕のサイトじゃないんですけども、あのまあそこのサイトが結構一応頻繁にあの発売とか結構上げてたりするので、まあ、僕もチラチラ見てるんですけど、まあ、そういうのを見ながら、あどこどこで販売すんねんなとか、どこのスポーツ店で予約あんねんなっていうのを、まあ、一応チェックしてるという感じになってます。はい、ということで、まあ、まあ、2020年のバルトロに関しては、本当にまだわからないこともあるんですけども、まあ、あくまで例年通りであればという話でした。はい、ということでですね、まあ、本日はバルトロの新旧の比較をしてみたという動画になってます。以上、ありがとうございました。